ラベル・イロワーズは、魚の缶詰の製造、販売を行うフランスの企業。1932年設立。キブロンにある缶詰工場1932年、キブロンでジョルジュイリエによって、エッツ・ジーエイジ・ヒルットとして創業した。1967年、直売のための最初の店舗がキブロンに開店した。1982年、 無店舗販売のサービスを開始した。1996年、ベルナールイリエが会社の経営を引き継いだ。2007年、ウェブサイトが開設された。2011年、カロリン・ル・ブランシュイリエが父親から会社の経営を引き継いだ。2011年の時点では沿岸部にしか店舗がなかったが、2013年と2014年にはパリトリオンに、2015年には レンヌとマルセイユに店舗がオープン。ベルギーにも1店舗があるほか、フランス国内には、レストランも展開している。本社は、ブルターニュ地域圏モルビアン県キブロンにある。フランス沿岸とリヨン、なんとパリになどに66の店舗を構える。モルビアン県サンタベにある、ソーピケの缶詰工場の敷地内に5000平方メートルの物流センターがある。ありがとうございます。